これまでのデータからイレギュラーのパターンが解析できたわ。新世代型レプリロイドがウイルスに侵されないのはコピーチップの働きで DNA データの配列を変えることができるからなんだけど。僕のデータ調べたの？ええ、アクセルのデータをもとにイレギュラーを起こした新世代型のコピーチップを調べてみたら気になる共通点が見つかったの。シグマ？コピーチップのパターンがシグマの DNA データに似ているのよ。これが何を意味するのかわからないけど気になるわ。